はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回もですね、こちら無限列車に来たんですけど、今回かなり今までと違った、鬼畜になるかどうかは本当に初の試みなのでわかんないんですけど、今回産屋敷さんを狙うために、無残で産屋敷さんを狙うために鬼殺隊を全員倒します。で、これは今まで、まあ、結構あった企画だと思うんですけど、今回はなんと上限下限いません、このワールドに。境外とかはいるんですけど、なんと上限下限が、現在鬼滅の刃ハードコア中なんですよ。だから倒した、例えば、カマヌエを倒しました。そしたらこのワールドからカマヌエがもう存在がいなくなります。スポーンしなくなります。で、その状況で、現在下限も上限も全員倒しました。クリエイティブでね、クリエイティブで倒したのでもう出てこないんです、味方が。今までってなんか助けて、柱来たら助けてくれみたいな、黒島助けてくれみたいな感じで助けをこうていたと思うんですけど、もうそれもできないと。だから境外とか鬼は一応いるんですけど、弱い鬼ね。でもまあほぼ僕 vs 柱とかかまぼこ隊みたいな感じです。で、この状況でもちろん鬼滅ハードコアなので、煉獄さんを僕が倒したとしたら、煉獄さんがもう二度とこのワールドに出てきません。なのでちょっとずつ有利にはなってくるっていう状況ですね。で、全員を倒したら、まあ産屋敷さんへの道が開いて倒せるっていう形です。はい、でやっていきましょう。まあ産屋敷さんちょっと倒したくないから、まあ連れ去りましょう。はい、で今回なんですけど、まあ、やはりもちろん設定はハードです。ハードということは柱相手にも強いです。さらに進捗、まあちょっと今裏でね、鬼を倒してしまったっていう関係でちょっとここまで上がってるんですけど、まあほぼ進捗上がってない状況ですよ。その状況で、まあそのあれですね、その柱とハードな柱と戦うっていうことはかなりきついんですよ。なので、装備も申し訳ないんですけど、まあ、かなり強い。まあ、でもエンチャントはつけてもありません。ダメージ軽減はつけない状況でこれでいきます。ちょ、なんだこれ何がどうなってるかわからん。ちょっとこれあれか、あ、間違えた。ちょっと待ってね。これ消したらなんとかなるか。どうだ、はい、あー、ちょっと見えるねこの格好で行くんですけど、で血を今1個飲んでる状態なんですよ。でもちろんね、そのこれ血を飲まないといけないということで、で一応今ノーカットでお送りしてると思うんですけど、不正防止のためにね、はい、不正防止のためにノーカットでお送りしてると思うんですけど、血の量はね18個、19個、27個、30個、20個、11個、25個、16個、35個ということで、多分まあ多そうに見えると思うんですけど、ハードの鬼殺隊というか柱を、まあ境外とか倒せばいけるんですけど、残念ながらカマヌエとかね、他の加減がいないので、境外しか血を集める方法がないんですよ。この状況で、まだ水の音になってない状態で血16個とか18個で柱に挑むと瞬殺されます。まあ、なので、できれば35個とか30個とか集めていかないといけないっていう状況ですね。で、全員が僕を狙ってくるので。じゃあ行きましょうか。とりあえず血を、まずこれを引いてからにしましょう。行きます。はい。さあ、何が来るというのかね。来てくれたまえ。行くぞ。はい、はっ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 、19個は、まあ、まあまあまあ、にゃ、にゃ、ちょ、まあまあまあ、中間、本当に中間、ザ中間。じゃあ19個もらいましょう。まあ、こっからちょっとカマヌエってか境外倒して血集めだな、これは。まあでも柱と出会ってしまったら戦うしかないんだけど、まあでも装備はまあかなり防具のプラス値は高い。まあ、エンチャントついてないとしても。さらにこれ、血気術鬼の王の効果で、衝撃波打ったりとか、まあ、あとでもやっぱり一番強いのはやっぱり黒血鬼曲だと思うんですよ。やっぱり無惨様なので、なるべく黒血鬼曲を使うと思うので、これはもう多段ヒットするのでかなり強い。上、こうやって上から下にこうやって打っていくと、かなり攻撃を与えられるので、これでなんとか戦っていくしかないということでござる。では、いきます。まず、サバイバルモードにさせていただきます。はい、ちょっといろいろの、これです。討伐今完了してます。全員討伐完了してるのでもういないんですよ。この状況でこれですね。でまず血を飲みましょう。19個血を飲んでから、こっから、フィールドに敵が現れるように設定いたします。まあ設定って言ってもあれですけど。では行くぞ。産屋敷待っておれ、君を倒してあげよう。行くぞ、スタートだ。鬼の王いるの？あれ、鬼の王倒したよ。あ、
そっか、たやばいね。鬼、あ、鬼の、あ、でも、いやん、いや、キーさん無理、キーさん無理、キーさん無理。ちょっと待て。待て待て待て、これ、おつけ、大丈夫、大丈夫。あ、イグロさん、待って、本当に、あ、ちょっと待って、やばい、本当に。あのね、これ、今回、上限下限を倒しました。ということは、本来、このマイクラの世界って、まあ、モブ要は出現限界率みたいなのがあるんですよ。この範囲でね。それが、要は今まで上限下限がいたから柱とか鬼殺隊が少なかったけど、それがなくなったんですよ。だから、柱の率が圧倒的に多分増えてると思う。これ今まで、あそこに例えばもうドーマとか近くにね、いるはずだったけど、うずいさんが出てきちゃってるみたいな。だから、境外とかさ、多分出会えないと思うんだよな。これ勝てるかな、これで。え、ちょっと待って。一番勝てそうなのが、多分まだ忍さんだと。ちょーい、待ってくれやー、これ無理だ。あ、待って、まず、善逸さんを戦ってみようか。どれぐらいの感じなのか。善逸勝負しよう。ちょっとさ、一回戦おうぜ。一回どんなもんで勝てるのかっていうのをちょっと、あ、いける！やばい、善逸相手はいけるね。あ、まあまあまあ、まだ進捗何にも上がってない状態の善逸だから。一体何、あー、びっくりしたよー、やめてくれや。大丈夫。食らわない。まだかまぼこ隊にはね、残念ながら負けませんよ。こうやって上からこうやって打つと、かなり多段ヒットすることができるので、まあ、これがかなり、こうやってね、こうやってやると。かなりダメって、ちょっと待って、待って、猪之助に結構、もしかしてこれ、猪之助修正入ったかもしれんね。呼吸がそんなに強くないってことで、その初期ステータスっていうか、それをすごい強くしたのかもしれない。結構、ちょっと待って、キユさんやばい、ちょっと待って、やばい！やべー！いる！非常に失礼いたしました。申し訳ありません。調子乗ってました。すいません。ごめんなさい。ちょっと血の量を増やさせていただきました。ごめんなさい。申し訳ございません。一応18とか20もあるから。はい。本当に、あんな数で挑もうとして申し訳ありませんでした。すいません。ということで、改めまして、産屋敷待ってよ、俺。行くぞ！やらせなしなので。はい！さあ、何が来てくれるという中で、これで45とかだったらなんかやらせが来そうで嫌なんだけど、これはそれで。35! どう ?35? あ、まあ、いいんじゃないかな。まあ、本当に、また中間だけど、まあ、だいぶ増えたよね。いや、結構、血が19個から10個プラス、10何個プラスってかなり大きいと思うんだよ。35個ですね。これ、飲みます。では、いきます。新たにリベンジということで、いくぞ。これ飲んでる間に襲ってくるのやめてね。あそこに忍さんいるから、35個あればさすがに忍さんいけると思うんだよ。ちょっと忍さん挑もう。で、柱にも勝てるんだぞ。もしくは、勝てるとしてもどれぐらいの差で勝てるのかっていうのをちょっとまず、忍さんを、消えた。お消えになり申した。彼は、いや、彼女は消えてしまった。鬼の王がいるってことで、柱を鬼の王が倒してくれるってこともあるんじゃないか？ねえ、それ考えると、鬼の王の存在はありがたいかもしれない。まあちょっと鬼の王はなんかね、倒した、一応裏で倒して鬼の王消滅って書いてあったんですけど、いたー。行くか。だけど、なぜか出てきてしまうので多分どうしようもないんだと思う。せっ！ん？どうした？どうした？シノピー？シノピー？あれ？うわー！びっくりした！そう、結構ね、忍さんなるんだよ。これ、いってけど、どこ行った？ああ、ウェグ！ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、普通にやばい！やばいよ！ちょっと待って、どこ行った？上？下？どこ？わからん！いた！ああ！いや、ほら！上いる、よーし！いや、でも、ちょっと待って、これ結構ギリギリだぞ。忍さんでこれってことは結構ギリギリなんじゃないか？まずいぞ、これ。大丈夫か？いや、できれば今日が、いや、煉獄さん強いんだよ、普通に。でも強いんだよな、煉獄さん。行くしかない。でも先制攻撃だ。まず先制攻撃。先制攻撃！よし、いいぞ、オッケー、先制攻撃成功。で、
クールタイムは早いからね。血を飲んでるから。待って、今2つなかった。ちょっと待って、待って、今2つあ、痛い。呼吸。よし、いいぞ。これはかなり。バイ、バビバ。待て。いや、エンコばっか打たないで。やめて、エンコばっかり打つのやめ、やめたって言ってるでしょうが。やばい、エンコバープス。やばい、危ない。どうしよう。ちょっとさ、これ、骨血鬼曲以外も打っていいのかな、これ。一応鬼の王の技なんだよ。この骨血鬼曲以外は。あ、でも違う。衝撃矢はいいのか。衝撃矢どうなんって感じよね。打ってみるか。いや、やるか。やってみよう。はっ！どうだ？これで、で、骨血鬼曲にして、どうだ？あ、いいぞ、え、危ない。撃つべっか。いや、撃ってみよう。もう一回撃ってみよう。衝撃は。あ、待って。いや、姫島さんいるな。姫島さんいるが、多分あのキャラだったらまだ狙われない気がする。ふっ！よし！で、走れ、マキバオ！よし、行け。はい。痛い！ダメだ！一回逃げる。そうか、これ、衝撃は撃ってから逃げる時間ができるか。いやー！よし、いいぞ。呼吸タイミング合ってる。呼吸のタイミング合ってる。いいぞ。今、どうだ。よし。来てる。大丈夫。あのね、うずいさんは確かにステータスは高いが、呼吸は正直戦いやすいのよ。大丈夫。煉獄さんの円弧とかより全然戦いやすい。呼吸としては。攻撃範囲もそんなに高くないからね。甘露寺、え？なん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 二人はダメー！